こう世の中からどういうイメージで見られてると思いますか？よく、まあ、聞く話だと、はい、破天荒とかなんかそういうことはちょっと日本人離れしてる感じがやっぱあるじゃん ね、 ね、写真とか見てるだからあんまりちっちゃいこととか気にしたりしゃらないでしょ。そうですね、もう別に何でもオープンにしたっていいじゃないみたいな。はい、結構そういう感じです。そういう感じ、全然本当だよね。この洋服大丈夫みたいな写真によく載せたりとかするでしょ。あ、ギリギリの写真ギリギリの写真そうですね、投稿してこう言われる言われて後から気づくパターンが多いんです。これやばい、やばい系なんだとかってちょっと例えばなんか おっぱいが見えちゃってるとかあのおっぱい見えても平気や。いや、モデルなんで、うん、なんかまあバックステージとかで着替えるのとか当たり前だし、だむしろそのなんか例えばじゃあちょっとなんか乳首が見えてるっていうのも私はなんかおしゃれって捉えちゃうから、うん、はいはいはい、なんかそれがこうそんなに世間の人が驚くっていうふうに思ってないんですよね。そうか、だって海外のねモデルさんとか女優さんなんか全然出てますもんね。そうなんですよね。これってアルミナのゴロン出してるし、いやいや、それはおかしい。ファッションなんてね、はい、あるよ、あるよ、本当に。いわゆるあのね、ファッションショーではいますよ。ほら、出てる。世田谷通りではいないですよ。まあ、世田谷通りいねえだろ、あの